オートイコールソウヌ県は、フランスのブルゴーニュ・フランシュコンテ地域県の県である。名称は、ソウヌ川に由来する。フランス革命後の1789年12月22日に誕生した。アンシャンレジーム時代のフランシュコンテ州の一部、アモンダイカンで構成されている。コートドール県、オートイコールマルヌ県、ボージュ県、テリートワールドベルフォール、ドゥー県、 ジュラ県と接している。県内には32の関東がある。南西から北東に向けた横長の形をしている。ローヌ川谷の経済発展の軸であり、富とサービス産業が集中するライン川谷を含むヨーロッパのブルーバナナ地帯に位置する。地形は大まかに以下に分けられる。ボージ樹山地の南限はジュラ山地との間にあり、アルザスへ向かう峠のあるベルホール大地である。 県面積の2250平方キロメートルを森林が占め、そのうち1220平方キロメートルがコミューンの所有である。農業が主体の県であるが、過去に大きな人口減少を経験している。19世紀半ばには35万人ほど、1896年には約27万人を数えた県人口は、 第一次世界大戦前夜には25万人へと減少し、第二次世界大戦勃発により20万人を切る事態となった。人口は1970年代までに徐々に盛り返していき、1999年には22万人に達した。今日、ほとんどの都市では人口が微増しているか、むしろ減少している。 県北東部のベルホールに近接した一帯だけが人口増加傾向にある。参照元、スプルフィ・イ,アイン・エヌ・エイポア・レアネー2006-2007都市とは、ほど遠い農村の県であるが農業県ではない。伝統的に工業、夜勤が行われてきた。かつて経済はロンシャン炭鉱の強い影響を受けていた。現在の主な企業は、 ブズールに工場を構える PSA ョーシトロエンと家具製造のパリゾ社である。ありがとうございます。